事故です。誕生日全集の中にパーソナルデーという誕生日の数字について書かれているページがありましたので、そちらを朗読します。今日は誕生日が13日の人の項目を読みます。パーソナルデー13の人は繊細な感情の持ち主ですが、情熱的で直感力に優れています。13という数字の影響は野心と勤勉さとなって現れ、創造的な表現活動で大きな成功を収めることができます。しかし自分の創造的な才能を目に見える形で残したいと思うのであれば、実践的な能力を伸ばすことも必要。その独創的で斬新なアイデアは多くの人に感銘を与え、新たな発想を生み出すでしょう。常に真剣ですが、一方ではロマンチストで魅力にあふれ、楽しいことが大好きです。一生懸命努力すれば大きな収穫となって自分に戻ってくるでしょう。豊かな感情と自由を求める精神は天からの授かり物です。さらに人と協力することを覚えれば、その才能を他の人々と分かち合うことができるようになります。この日に生まれた人に共通しているのは、より良い生活を求める気持ちが強く、旅行好きあるいは引っ越し好きであるということです。長所、野心的である。想像力がある。自由を愛する精神がある。自己表現が上手である。指導力がある。短所、衝動的である。優柔不断である。横暴である。反抗的である。以上です。今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。